はい、どうも楽しみしご飯の時間です。今日ですね、またタップの稽古練習してきまして、で今日あいにくの雨、まあ、雨がね結構バー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 降ってるんですよ。なのでぐる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 回ったりとか歩いて探したりっていうのもあれだなと。でね、この間行って美味しかったから、ラーメンの AK ラーメンの福袋さんに行こうじゃないかということでこっちにいます。もうすぐそこなんですよ。ただ雨も降ってるしね、ちょっと避難させていただいてやってるんですけども、ということで今日もタッタタ探検組合の皆さんと一緒に行きます。先輩方です。こんにちは、お腹ペコペコでラーメンバラです。ラーメンバラ、そんなのあるんですか。早食い気をつけます。言われてますからね、あの女の人は食べるの早いって言われてましたんで。ということで今日も贅沢に行ってきたいと思います。今日もめちゃめちゃ楽しみです。行ってきます。
確かに超嬉しいです。すみません、ご飯をお借りします。はい、どうぞ、レギュラーにしますよ。あ、同じライで。この監督、カットカット言わねえから。カット言わねえ、台数おかわりになってる。あとお供のお母さんの方も。今日はこれ一緒ぐらいで大丈夫。一緒ぐらいで。しました。
殻がある状態でごちそうさまでした。うん、ありがとうございます。うん、横じゃなくて。はい、ということで行ってきました、またまたタップダンスの稽古練習の後、すぐ近くのねリズムスピーカーさんのすぐ近くの福袋さんで、今日僕が頼んだのは、あご塩ラーメンだったかな、それの一番豪華な福袋トッピング、福袋バージョンのやつでご飯付き。だから今日びっくりしたわ、日替わりじゃない、週替わり、あのご飯のお供っていうのがあるらしいんですけど、これめちゃめちゃ美味しかった、ネギのチャーシューのやつ最高でした。で、あそこ今日の先輩予定です。お世話になります。美味しかったです、今日福ぶ、家系ラーメンのバージョンの福袋バージョンみたいな感じのやつでしたね。あれ最高でしたね。美味しかったです。青木さんも、私普通、ノーマル普通のやつということで、で長屋さんはいつも通りまた別でやってますんで、ということで今日も福袋さんとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。また明日。